はい、中村剛、田中貞之の似顔絵トークを、始めていきます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、相変わらずたどたどしいですけどね。今ですね、我々中村教室、田中教室をですね、終わったばっかでですね、10時ちょっと前ですね。田中さん、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。うん、今日なんかあれですよね、いつもの教室とは違って、私のなんかいきなりね、顔を見せて虫をかけとかなんかいろんなことやっちゃったし、田中教室ではね、表情をかけということで、なかなか難しかったんじゃないかなというふうに思いますけれども、ヒデップ、今日僕の教室で参加してくれたんですけど、どうでした？いつもとはちょっと違う感じ。そうですね、いきなり、昆虫は。昆虫だよね。困りましたね。ね、慌ててでも、調べて、ああなるね。なんとか乗り切りました、ね。見事乗り切りましたよね。で、みねりさんは田中教室でね、表情書きということをやっていただきましたけど、はい、どうでした？今日は。いや、すごい頭を使いました。脳、トレ。脳トレだよね。田中先生、今日ね、岸くんもですね、なんかちょっといつもの教室と違う感じになりましたよね。そのあたり、どう感じました？まあ、1年と数ヶ月経ったんですから、しかも、初期の頃からご受講いただいてる方も腕が上がってるのに、講師が腕を上げなかったら意味がないじゃないですか。なるほどね。ですから、やっぱり、でも、かといって今日のように初めてのご受講の方もいらっしゃる。その人たちも、なんだこれってなんか置き去りにしてもダメだと。ということは、やっぱり80分に収まるものを、切り口を変えることに、長くご受講いただいている方には、新鮮な感じをして、初めての方には、こういうことをやってるのかっていう唐突感はあるかもしれませんけど、そうやって、どなたも積み残していかないっていうことは、考えます。やっぱり、課題を出す方に、その時間をね、すごく、そのクオリティを落とさないようにするために、時間をかけるようにはなりました。なるほどね。はい。というふうにですね、我々、講師の方もですね、まあ、日々必進化しながら、やってるんですけども、今日はですね、今、唐突に始まっちゃいましたけども、いつもの田中さん、中村以外にですね、峰里絵里さんとヒデップにね、お越しいただいてます。この二人はですね、ゴールデンウィークに、行われましたですね、我々が企画している、心似顔絵能力査定、コニ査定というですね、査定試験にですね、先日受けていただいて、合格した二人ということですね。じゃあ、まずちょっと、峰里さんからですね、ちょっと自己紹介だけしていただけますか？あ、はい。自己紹介。自己紹介カードで。自己紹介カードで。すみません、何も言わずに。自己紹介ちょっと。はい、峰里絵里と言います。はい。はい。東京都国分寺市に住んでます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。2級合格されましたよね。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ヒデップ、お願いします。自己紹介。はい。名古屋市南区在住の、ヒデップこと竹内秀明と言います。はい。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そもそもですね、私どもがやってるコニ査定というものなんですけれども、これ、何かというとですね、まあ、世にね、いろんな試験があるじゃないですか。ね、まあ、検定とかね、いろいろある中で、私どもの査定は、その大きな違いはどこかというとですね、まあ、試験としていう形で、似顔絵を描いていただけるんですけども、まずそもそもあれですよね、誰を描くかというのが自由なんですよね。カテゴリーだけお伝えして、例えばお笑い芸人とかね、政治家とかということをやって、書くのはね、自分で探してくるというですね、ちょっと本当に試験なのかというレベルの話でやってますよね、田中さん。そうです。本来は、カンニングは試験には絶対にあっちゃいけない。試験になるんですけど、まず自分が好きなモデルを選べて、しかも、持ち込み OK だと。ただ、当日発表の課題にそぐものを書くっていうところが、ちょっとこう、なんていうかな、まあ軽い言い方すると焦点のお題のような感じ。
結局、画力とか柔軟性を求められるっていうことですよね。うん、そういうことですね。それをちゃんと、理解して、受験して合格されたということです、うんうん。そうですね。そうすると、私たちがこれを企画したときに、そもそも、何が出てくるかわからないことを、まあ、やったところで、本来の力を、試しているわけじゃないんですよね。本来の力を試してるんですよね。見たいだけの話であって、突如現れた課題をうまくクリアしたから、合格だというようなことをしても、絵に関しては、あんまり意味ないんじゃないかなっていうところを私ども感じておりまして、じゃあ日頃から描いてるとか、得意なモデルを描けばいいんじゃないかなということで、始めたのが、コミサテなんですね。ですから、我々の中では、試験で振り落とすというよりも、得意な絵を持ってきてよと。それに関して、我々はどのようにその絵を、見せていただくんだということを、ベースに考えているんです。ですから、どちらかというとですね、試験の名前を借りた、通信講座的なもの、それがコニサテなんじゃないかなというふうに、思って、やっておりますね。ミネさん、今回ほんで、どうでした？やってみて。まあ、2回目のチャレンジですけどね。そうですね。うん。親子なり家族の、うん、絵を描いてくださいっていう課題は事前に聞いてたんですけれども、うん、本番の時に、まあ、仲がいいなりなんなり、うん、2人の関係性がよく見えるよなっていう課題だったので、うん、最初はね、私は是枝監督の海町ダイアリーの、大竹しのぶと綾瀬はるかが仲直りするような、ちょっと距離が縮まるような駅で、お別れの挨拶をするシーンがあって、そこがすごい好きだったので、書こうかなと思ってたんですけど、ちょっと似顔絵的に書くには、その二人の距離感っていうのを書くの難しいなと思ったので、もうちょっとすごい分かりやすいところで、三浦友和と山口百恵のシーンを書こうと、結婚式のシーンを書こうと、ちょっと当日思って、結局当日行き当たりばったりの絵になってしまったという感じだったんですけど、うん、でも書いてる時がすごく楽しかったので、まあ、3枚の中では一番似てる感じに書けたかなと思うので、まあ、よかったかなと思ってます。ということは、モデルを最初これ一組に絞るんじゃなくて、複数をなんとなくイメージしてたというか、用意してたということですね。いくつか考えてはいます。ああ、なるほどね。ヒデップはどう？そのモデルチョイスに対して。私の場合は、もうほぼ、一本ずつで、決めてました。ある程度、その絞るまでの過程では、二人三人出しながら、ちょっと順番に、最終的にこれでいこうっていうのは、ほぼほぼ、まあ、9割方決めておりました。なるほどね。はい。で、なんかさ、Facebook の中の記事を見たら、ヒデップのね、ミネリさんとのコメントの中で、今回は怖かったというふうに書いてあったのが印象的だったんだけど、試験が怖かった？はい、そうですね、受験をしようと決めた時にはもうそれなかったんですけど、逆に試験を受けるという、ことを決めるまでがちょっと怖かったっていう。それは何？落ちる恐怖とかそういうこと？自分の今の現状が果たして産休を受けていいのかどうかという。なるほどね。前、以前の、4級いただいた時と、今の自分に、どれだけの成長があるのかなとか、なるほど、なるほど。そういったところを自問自答したような感じ。はい。それが怖いという表現で言ってたと思います。そういうことね。はい。田中先生、そういう試験に対するね、なんかこう、やっぱり確かに自分の成長というのは自分ではわからないんだけども、まあ、それを推し量るものとして、この査定はあるんだけども、そういうような、受験生の気持ちもわかりますよね。人は今の、ポジションというか、結構書けるね、うまくなったねって言われるところに、しばらく使っていたいはずなんですよ。で、そこから高みを目指していくっていうことは、そのあったかい、なんか居心地のいいところから抜けて、さらに高みのところに行く不安っていうもの、今のこの居心地の良さを手放すことの不安もあると思うんですよね。
で、やっぱりその一級上を目指すだけの実力本当についてるのかなと。うん、居心地の良さは続けてもいいんだけど、うん、それだけ自分は、あの、高いところを目指しての実力ついてんだろうかっていう、やっぱりいろんな不安が両面があると思うんですね。うん、それはきっと、あの、ミネリさんにもあっただろうし、うん、私たちは日常の中でいろんなもの、慣れたものとか、うん、安住するものに、あの、長く留まろうとして、はい、それを手放せないっていうことがある。うん、でここを手放さないと上はいけないっていうことも知っている。だから心は揺らぐし、不安になるのは当然だと思います。うんうんはい。ね。そうですよね。そうですね。やっぱり、なんて言うんだろう。うん、その通り。しかも、なんて言うんだろう。始まって、初めての2級っていうので、うん、あんまり下手な、ものだと、うん、小日向って自体が、なんて言うのかな。まあ、なんか、下手でもええやんみたいになるんじゃなくて、ちゃんとそれなりに、うん、ちゃんといいなって思ってもらえるものを提出したいとは思っていたので、そういう意味ではすごく頑張りました。うん、ああ、それはもうなんかね、非常に聞いてて嬉しくなるというか、そんな風に思ってやっていただいてるのかと思うだけで、なんかね、ちょっとぐっと胸をつかまれたような感じがしますよね。要は、我々のことを思って、もう、変なもん出せないぞなんてことをね、受験生が思ってくれるなんて。いや、愛を感じてしまうというかね、嬉しいですね。塾長。はい、どうぞ。逆に私は塾長にお尋ねしたいんですけど、はい、はい。私と、塾長と私は査定士なんですけどね。はい、はい。点数でつけるところっていうのは割とスーッと行くところもありますけども、うんうん、総評コメントをするときに、うん、どうですか？あのときに、うん、あえて辛口の部分のところにも言及すべしと。うん、思えども、うん、それをちゃんとどうやって伝えようかなっていうところに私は結構時間を使ったんですね。うん。うん。で、そうですね、なんていうかな、欠点を洗い出すっていうことだけに終わっちゃいけない。うん。これがちゃんと次の、課題にちゃんとこれを取り入れて、うん、ここに、なんていうかな、絞り込んだ、なんか練習なりもしていただきたいし、うん、でも楽しむことも、失わないでほしいな、とかと思いながらやるとね、なかなか書けなかったんですよ。うん、そこはいかがでしたか？ね、難しいですよ。トンチンカンなことを書くわけでいかないじゃないですか。うん、そして、我々は、当然ながら成長を願うわけですよね。そういうことを思いながら、どこを、どのように、アドバイスしたら、この人の可能性がさらに伸びるであろうかということを思うわけですね。それって、ある意味、我々の真剣勝負なんですよね。要は、その一言一言、わずかあれぐらいの文章の中に、そういう願いを込めて書くということは、非常に難しい。そしてもう一つ思うのは、一人でやってるんじゃなくて、田中先生と一緒にやってるわけですよね。で、田中先生の思いと私の思いということで、二人の指導者がやると実はブレることがあるんですよ。ですから、我々っていうのは、それを見ながら、必ずその人が、要は、これは黒だと言った。田中先生は資料だと言ったということだと分かんないじゃないですか。ですから、僕らというのは、その先生、お互いのことも少し思いながら、多分ね、そんなに、初見で、合わせるんだけど、ブレてないんですね。ですから、すでに、やっぱりその、同じ目線で見て、正しいものは正しい。ここは違うんじゃないかというのを、意外とですね、ブレてないなということを、毎回、見て思えるので、やっぱり、こういうものの指導というのは、そういうふうに、本当に真剣に見れば、正しいところが見えてきて、そういうものがうまく伝わって、いくんだな、ということを思いました。まあ、たまたまね、我々、私も田中さんも、似顔絵歴も近い、血液型も一緒、というようなことで、非常に、馬が合ってるところがあるんですよ。まあ、違うのはちょっと髪の毛があるなしかぐらいで、眼鏡もかけてますしね。というようなこと、はい。余計なこと言った。はい、まあ、ここだけの話、もうこれ公開されちゃうからもう分かっちゃうんですけど、いいですよ。途中で私自身がね、分かんなくなったところでちょっとね、相談したんです。うん、特定の誰かの、これはどうすべきかじゃなくて、難しいですよね、と。うん、
査定がね、っていうこととか、どうしてもね、忖度しそうな自分がまだいるんだと、本当にこの人のために思う評価って何でしょうかみたいなことをちょっと書いたことを覚えてらっしゃいます、覚えてますよ、もちろん。はい。でもね、2、3やりとりした中で、ちょっと僕の中にこう風通しがスーッとあって、そうか、そんなに難しく考える必要もないし、ちゃんと、やっぱり40年近くやってきたこの感覚を信じて、ちゃんと正当に評価してあげることがいいんだっていうところに落ち着いたっていうことがありましたもんね。そうです、そうです。我々は顔が、今ね、今のところ顔が見えてしまう生徒さんの、査定をしておりますから、どうしてもね、人間ですから、ついついね、なんとかしてあげたいなというふうに思うんだけども、それはね、ダメなんですよね。本当のその人の成長を思えば、言いたいことは言わないと、成長につながらないですね。ヒデップがね、書いていた言葉にね、言ってましたよね。なんか、ちゃんと言ってくれることが嬉しいみたいな。あ、そうですね。はい。なので、あ、そうだよね、と。我々って、本来言いにくいこともちゃんと言わないと査定にならないし、そういうことはやっぱり気をつけてやっていくべきだろうなということを思う。ゆえに、これは単に、合格、合否を見せるだけの、試験ではなくて、ちゃんと、成長を願って伝えるべきことを伝える。だから、通信講座なんだろうなというふうに、改めて思った次第ですね。まあでもですね、ひとまず、お二人ね、今の最高位の2級と、もう1級ありますけど、ね、3級というのを取って、非常にFacebook 等でもですね、なんか嬉しいというようなことを言っていただいて、本当に感謝しておりますけれども、なんか次なる、目標というか、まあ、小仕立てだけに限らず、要はそういうものを自信に得て、何をやっていきましょうね、今後ね。みのりさんどうですか？例えば、似顔絵を今、やっぱりちゃんと生きてる人間を目の前にして、ちゃんとその人を描けるように、まあなことをやっていきたいなとは思っています。対面描き、赤描きの自信になればということですよね。そうですね。なるほどね。ちょっとその場をどうやって作るかっていうのはまだこれから考えるんですけども。なるほどね。ヒデップさんはあれですね、もう対面描きはすでにやっておりますけれども、今後の目標どうですかね。そうですね、多分、今の延長線上なんですけど、対面描きも当然していくんですが、この似顔絵を自分がこの2年前に初めてオンラインでやらさせてもらった時に楽しくてしょうがなかった、その思いでここまでずっと来てるっていうのは、なるほど、なるほど。その思いを、持って、もらえる方を増やすための体験会だとか、そういったイベントをしていけたらなと、そういうふうに思って、まあ少しそういったところはすでにやり始めてはいるんですけども、はい、そうですね。そういったところをいくつか増やしていけたらいいかなと、いうふうに思ってます。なるほどね。本当にはい、それはありがたい言葉ですよね。田中さん、今後ですね、まだ白紙なんですけど、小仁さてってどういうふうになっていくといいですかね。いきなり突っ込みましたけど。ね、小仁さてを私自身が、ちょっと若干履き違えてる部分もありまして、やっぱり一般的な検定試験と左寄ったなのかなと思った、実はあったんですけども、でも、実際にその審査員というか査定をするものになってくると、あ、違うわと。っていうのがね、何級合格ですって送りっぱなしっていうのが検定だと僕は思ってね。ですね。で、その後も永遠と続くその人たちの作品や生活っていうか、そういうものを見守っていくのは変わんないじゃないですか。ここが大きな違い。そうですね。だから、査定という言葉が僕はね、本当は難しすぎるから、まあ、小仁さてって、やったんだけど、でもやっぱり中身は査定なんですよ。だって査定表だ、なんだものあれば。そうじゃなくて、今のあなたのその頭の柔らかさとか、画力だとか、そういったもので何をプレゼンテーションできますかっていうような意味合いに僕置き換えてみてます。だから、そのプレゼンテーションが人に楽しいものを与えましたよ。感動を与えましたよとか、
でもここのとこちょっと伝わりにくかったよっていうことをちゃんと正当性のある言葉で返してあげると、うん、だから得点も点数制じゃなくてなんか他になるかなっていまだに思う部分はあるんですけども、うんうん、でもまあとりあえずこれでもうスタートしたわけですから、うん、気持ちの中ではいわゆる一般にされ実施されている検定とは違うんだ、うん、この人のプレゼンテーションを受け止めて正しく評価をして面白いものは面白いここをこうすればもっと面白くなるやなるよっていう提言まで言葉にして返してあげるっていう、だから重要な役割を担ってるんだなって改めて今回の査定をさせていただいて感じました。ありがとうございます。本日はですね、熟語にいつもやってるですね、中村剛、田中貞之の似顔絵トークなんですけれども、コニサテというですね、検定じゃなくて査定試験を始めておりますので、それのですね、受験合格したですね、峰里恵里さんと秀夫さん、峰里さん2級、秀夫さん3級ということですね、見事に合格されましたので、ですね、インタビューをさせていただきました。はい、じゃあですね、またこのトークの時間にですねお会いしたいと思いますので、またお会いしましょう。じゃあ今日はありがとうございました、はい、お二人とも。はい、ますます頑張ってくださいね。はい、じゃあ今日はこれで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。失礼します。さよなら。さよなら。